して床田も二塁へ。床田自らの手で同点タイムリーヒットを放ちましたという話を聞こうとしたんですが、いや床田が打ちました。いやいや、あのスライダーですよ、今山下さんがその前にね、逆方向にというようなことでしたけど、はい、床田見直しましたよ、いや反骨心が、まあ、ピッチャーが相手という。打球はどうか、センターに抜けていきました。二塁ランナーは三塁を回って帰ってくる、バックホーム、帰ってきて取れない。そのボールが後ろにそれている間にランナーそれぞれ進む。この松原のバックホーム、さあ1点差、ジャイアンツのリードはわずか1点。いいバッティングだ。三遊間きれいに破っていきました。ツーアウト一塁から森下がチャンスを広げます。二塁一塁としました。森下今シーズン初ヒットです。少しこうベイスターズバッテリーがもう甘いところに投げてしまいましたよね、はい、そこを見逃さなかったという森下の今シーズン初ヒット。インコースのストレート、センター前に弾き返しました。セカンドランナークロンが帰ってきます。そしてセンターボールを少し処理にもたついている間にランナーが帰ってきました。4対0になりました。森下のタイムリーヒット、2打席連続ヒット、見極めて自分のバットで4点目を取りに行きました。森下大貫投手、まあ、相手が、ね、ピッチャーなんですけども、しっかりインサイド突くことできてないですもんね。ユー玉村バッティングになりました。見事なバッティングです。チーム初ヒット、ということになりました、ねさらに勲章になるでしょう。まあただ流したバッティング素晴らしい、今気使ってみんなそういうですもんね、はい、いやそれは嬉しいことでしょう、となるとどうでしょうか。この打球はサードの頭の上を越えた。同点のタイムリーとなりました。玉村レフト前ヒット、一塁ベース同点に追いつきました。ピッチャー玉村のレフト前タイムリー。打撃が良さそうだと言った佐々木さんの読みがズバリということになりましたよ、ね、詰まってるんですけどね。打点が記録されましたことになりました玉村です。その時は三振に終わっている大道、初球からいった、右中間破っていきます。浅い守備のところ真っ二つ、まずは林が帰ってきます。2対1、そして西川もサードを蹴って帰ってくる。カープ勝ち越し3対1、大道が自分の勝ち越しのタイムリーになった大道です。いや野手顔負けのね、はい、本当にいいバッティングでしたね。狙いを定めて振り抜いていきました。しかも好投手小笠原から、その記念のボールも今ベンチに帰ってきて、この後本人の手に渡るということに。ホームランチャーの大瀬良に対して打球が詰まってセカンドの頭の上越えていきました。大瀬良のタイムリー。インコース高めのボール、ヒット2本で1点取って、なおかつノーアウト満塁ですからね。で1番の菊池ですからね、はい、やっぱこういったところでやっぱ、まあ、ビッグイニングつけるチャンスですからね。ピッチャーの前、お面白いバウンド、一塁は玉村走った、内野安打。結果申告敬遠でルイアスがルイを貯めてしまったというねランナーを、はい、1番セカンド菊池、これは菊池の対戦がこう見ものですね。バッテリーのどうピッチングを組み立てるかがね。ここはもう特にセーフティースクイズとかスクイズとかっていうのはなしで、はい、思い切ってバッティング、あ打って右中間落ちました、抜けていく、二塁ランナーも帰ってくる、玉村二塁へ。力の攻撃でしたが
クチャーの玉村に、この球が一番怖いんですよね。インサイド構えたストレートがシュート回転で真ん中に入ってきてるんですよね。初回からおっしゃってますね、野村さん、そのシュート回転、はい、それがあの腕を振っていってるのか置きに行ってしまう、玉村は早くも送りバントの構えに入っています。カープです。打ってきた、レフト前に落ちました。ヒットナイスバッティングですよね。ノーアウトランナーは二塁一塁になりました。福田がバスターを決めました。ノーアウトランナーは二塁一塁。初球でしょ。はい、しかもこれアニアさん、ちょっと今画面に切れてましたけども、三塁手が随分極端なバントシフト敷いてましたよね。そういうことですよ。だから仕掛けてきたんじゃないかと思います、